どんこちゃん。長見ちゃんです。長見ちゃんです。さあ、今日はね、おすすめの商品があります。こちら。お、ホエイプロテイン100。ホエイ。ホエイ。プロテインね。うん。毎日美味しいプロテイン。ビタミン B1、B2、B6、B12、葉酸配合、バニラ味。ね、私ね、プロテインちょっと意識してるとこがあって、だから化学物質の塊と思ってるよね。そう、うん、あなたも どうですか。飲んだことないの。うん、だからちょっとプロテインってさ、もうプロが飲むもんだぞ。で、あの本当にこういうなんか、こういう人が飲むだけがさ、思うじゃない、うん、だけどね、はっきり言います、これ、うん、すごいみんなに飲んでほしいっていうか、うん、俺、おすすめなんですよ。まあまあ、何が弊害があるかちょっとわかんないんだけど、単純に俺、これ感動したの。感動した。うん。例えばね、これね、作ると、うん、作るとマックシェイクっていうか、そのシェイク状態になるわけよ。牛乳で作ると。ちょっとドロッとした感じで。そう。で、マックシェイクって糖質がもう、めちゃくちゃ100。多いね。うん。アイスクリームとか多いもんね。そう、100g とか入ってるわけ。100g とか、うん、何もだっけな、70、80ぐらい入ってるのかな、うん、80g。80g って言うと、角砂糖で言うと3で割るから、うん、25個から30個分、うんうんうん、角砂糖。あの、これぐらいの、これによ。これぐらいで。30個入ってるね、ここに。ここに30個の砂糖が入ってる。ほぼ砂糖だな。角砂糖。まあ、角砂糖も潰すとさ、まあ半分ぐらいになるんだけど、まあ、つまり25から30個分ぐらい1回飲むと取るわけよ。うんうん、糖質をね。お肌にも悪いしね、まあ、負担が糖尿になっちゃう。甘いもあんま良くない。良くない。じゃあこれを同じだけやるね、これをじゃあマックシェイクぐらい飲むとするならば、うん、これ1食 30g なんですよ、うんうんうん、つまりこのスプーン3杯分、うん、で 200ml だから、まあ大体これぐらいかな、200だから、まあ、これぐらい、うんうん、まあ、まあ2人飲むから、まあ大体400だと混ぜれねえな、いや300ぐらいでしょ、1.5倍としましょう、うん、ね、だからスプーン3杯で糖質はどれぐらい入ってるか、炭水化物ね、 3.3g、うんうんうん、これの 1.5 倍だから、まあ、大体 5g、 角砂糖1個とちょっとだけ、うんうん、1個半ぐらい、いや30分の1ってこと。そう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 。で、うん、俺、長見ちゃんちょっと今日はね、うん、体験してほしいんだけど、うん、じゃあ、今これから飲むこれは、うん、マックシェイクのバニラ味とどれぐらい甘さ違うかとか。うん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 。ね、うん。もうね、驚きだよ。驚き？そんなに驚くかな？だって、俺が感動したんだから。うん。ね、バニラ風味。うん。ちょっと香り変えてみて。甘いニュースすごいでしょ。感動しちゃったんだ。これいきますよ。見た目は1、うん、もう甘そうでしょ。甘そうね。粉ミルクみたいだね。そう、3、ね、で 1.5 倍だから300でしょ。 1.5 倍、これもう一杯ぐらいだ。そうだね、うん、やっぱりそんなことこれぐらいでしょ、うん、これに300ミリリットル入れるんだけど、比率的には結構多いんだね、粉ね。そうね、うん、なんだけど、先にこれ入れた方が剥がれたね。いや、本当は先に液体入れるべきかな。そうだね、一回戻すから。いや、待て、一回粉も、まあ、ちょっと、まあ、大体でいこう。大丈夫？ 400 までですよ。で、そうか、これもう一個ないとダメなんだな。触れない。触れなくなっちゃう、消えたでしょ？うん。いや、多分、まあ、聞いてもすごいよね。まず。正しいプロテイン振るのにこの振り方で合ってるの。合ってるじゃない。ここで振るの。こんな感じだと思った。本当？すげえ金玉入れるんだけど、これ。あるある探検隊みたいな。これ顔
パス。はい、パス。まだ振らなきゃだろ。まだ溶けてないの。あのね、逆さまにするとね、うん、ほら、こうやるのか。あ、粉残ってるのかい。そう、ここに残るんだよね。あ、角にね。角にね。そう、もっとね、もっともっともっといて、手が、そう、切れてる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 、切れまくってるよ。大陸とか言うんだよ。いや、本当に聞いたことねえな、それ。あるんだよ、なんか、なんとか大陸、ユーラシア大陸とか言うんだよ、掛け声が。なんでもいいの。そう、なんか、そう、大きっぽい大きっぽいやればいいの、うん、喜ぶんだってアフリカぞーとか。そうそうその大胸筋、ユーラシア大陸とか言うんだよそう、何それと思って言われてみたいね。あのボディビル大会のさ、うん、あの映像とか YouTube に載っかってみるけどさ、うん、それ見たらさ、うん、言ってるよ、ユーラシア大陸とか。ほんと、ちょっとワード集めてみようね。もうワード集めてみよう。今度筋肉の筋肉の掛け声の、うん、筋肉に対して褒めるから、このああ、この人とかじゃなくて V に対して、うん、その大胸筋、ユーラシア大陸、わけわかんない体験ゾーンだな、もういいんじゃないかな。いいかな、うん、いい加減にしてくれ、やりすぎだよ。すいません。あ、ほら、出来上がった、これ、うん、あ、匂い嗅いでるな。甘い、甘い甘いでしょ、甘い、ね、うん、俺も今日ご飯食べてないから、いただいていいかい、うん、シェイクの音じゃん。シェイクだね。これ冷やしたらすごいんじゃないの。ああ、そうね、うん、氷と一緒にやるといいかもね、あ、混ざりやすいし、うん、いや、行こうか。じゃあ筋肉に、筋肉に乾杯甘い、うまい、美味しいでしょ。甘い、あのシェイクだね。シェイクでしょ。シェイクの味がする。バニラシェイクでしょ、うん、もうマックシェイクのさ、もうちょっと足すと、もあの、ぬるいからさ、なんか溶けたバニラアイスって感じの、うんうん、そうそうそう、美味、うんうん、しいでしょ。これ氷でこれなんかやったらアイスクリームにならないのかな。これでアイスクリーム作れないのかな。もうなるんじゃない、なんかあの回したりしたら、ね、氷の下に氷の敷いたボールにさ入れてさ、こうやってやったらアイスクリームになるんじゃない。アイス溶かしたやつでしょ、これ。ぽい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 、ね、こんだけ甘いでしょ。すげえ甘い。角砂糖 1.5 個しか入ってない。何が甘くしてんだよな。アスパルテーム、甘味料、やばいやつ、すごいね。フェニルアラニン化合物とか、もうあれって入ってる。体にいいやつなのかな。だから逆にこっちの甘味料が糖尿病に悪影響を及ぼす可能性があるかもしれないよね。甘味料が甘くても糖質が、でもこんだけ糖質じゃないものでしょ。そう、甘味料って糖質じゃないものなんだよね。うん、うん、でもなんか最近の研究だとね、うん、これも糖尿病に実は悪影響があるんじゃないかっていう。甘いから、甘いから、この体がそう、あのカプサイシン反応みたいに、うん、甘み反応みたいな感じで出ちゃうのかな。うん、それ言ったらダイエットコーラダメだもんね。あ、そうなんだ、うん、いや、どう、これでバニラすごい美味しくない。美味しい、めちゃくちゃうまいの。ちょっと甘すぎるぞってぐらい甘いよね。うん、うん、だから嫌な甘さじゃないでしょ、うんうん、あのなんつうの、ダイエットコーラみたいなさ、うん、そんなんじゃない、自然な甘さでしょ。牛乳入ってっからね、うん、牛乳がいい仕事してんだね。そう、水でもね、水で溶いたらどうなの。そこそこ甘いだ。飲んでみた。やっぱね、うん、ちょっと薄くなる、不自然な、うん、うんうん、これ一番うまいわ。うん、不自然っていうかね、いや甘いんだけど、うん、まあ、飲みやすいかなっていう、うん、これがね、もう豆乳でやったんだけど、豆乳はねあんまり合わない。ああ、あとね、豆乳ってドロッとしてるでしょ、うん、混ざんないんだよ。なるほどね。なんでこの牛乳、これは半端ない。おお、ね、メロン味とかさ、いちご味とか、うん、カフェオレ味あるでしょ。デラックスチョコレート味とかさデラックス
いやもうデラックスってリッチ、リッチチョコだったな。リッチ、リッチプレミアム、プレミアムか、プレミアムチョコレートみたいな、そんな、うん、いっぱい味あるの、メロメロメロン味とかさ、うん、で、相当うまいらしいんだよ、うん、でこれでね、大体3000いかないぐらい、グゼコミ2000、何回飲める感じ、33回、うん、そう、200cc のバージョンで、そう、33食、1回で言ったら100円ぐらいよ、うん、これで、うんうんうん、マックシェイクなんて、ね、200円ぐらいしますか、うん、これで糖質も制限できるし、うん、でプロテインで体にいいね、タンパク質も取れるし、うん、絶対こっちだ、絶対こっちだ、そうね、あのマックシェイクよりはこっちだね、うん、毎日飲むんであればそう、うん、でね、腹持ちもちょっとずしってこない、やっぱりね、なんかさ、健康診断の後みたいな感じの、うん、口の感じがね、うん、ちょっとバリウム感ある、バリウム感あるよね、うん、バリウム感ある、うん、粉っぽいのは、まあ、バリウムってタンパク質じゃないでしょ、あれ石灰でしょ、カルシウムだな、うん、だそれに比べたらさ全然体にはいいよね、うん、消化するしね、そう、うん、これね、うん、どう欲しくなんない、欲しくなる、欲しくなるでしょ、明日買って帰ろう、買って帰ろう、あのね、帰りのね、うん、分かる、ミントルのスポーツテーポ、うん、スポーツテーポね、いっぱいあるし、あの、丁寧のね、高いやつで6000とかするんだよ、うん、大人のやつ、あの、ガチなやつ、ガチなやつ、ガチのあの、ビルダーが飲むやつ、そう、ゴールドジムとかで売ってるやつ、これはね、これはアルペンっていう、そうね、あのスポーツ用品店が出してるやつだからね、確かに2000円ちょっとか3000円の間買えたと思った、うん、うん、これだけ買って帰るっていうスタイル、そうそうそう、ガリガリのやつが、ガリちゃうガリガリのやつがさ、これだけ買って帰るってこれ調子乗って飲むとね、なんかめっちゃ太るらしいだよ、ああ、うん、まあそうだね、タンパク質だから、うん、動かないきゃダメってことでね、そう、動くて動いてやるとこうなっちゃうね、こうなっちゃう、シックスパック夢のいいことだらけだよ、俺なんかもう2、3種類買いたいもんだって、味変で、ね、味変で合わせたりなんかしてこう、今日だから俺生卵やっちゃったもん、ロッキーミルク石みたいな、うん、うん、あれもミルク石っぽくなった、なったどんどん青汁とかも混ぜたりしてさ、うん、青汁混ぜたしクニックはもういらないってなったけど、うん、やっぱ普通これが一番美味しいって普通がね、うん、ああ、ティーボールはこういうカフェオレ味とかあるんだったら買って帰ろう、ああカフェオレいいんじゃない、うん、コーヒー飲むからさ、その一杯を変えたらいいわけでしょ、そうそうそう、あのいやむしろね食事を朝これにするみたいな、うん、朝まあもっと大変な2食しか食わねえからな、あじゃあ2食のうち1日1食になるってことだな、そうこれをで済ませて、済ませるな、あとは何、軽いもの軽いものね、うん、あでやると、うん、まあなんつうのほら大体食事で痩せるみたいな、あれじゃない、なんつうのあれ、あ大概でね、大概、そうこの一杯をスムージーに変えるとか、あ高いんだよ、あのテレビでやってるさ、高い飯を一杯これに変えませんかってやつさ、 あれ一食さ、なんかあ何1ヶ月分で5、6000円しない、うん、するうん、あこれだとね、もうしかもこれと牛乳代でしょ、そう、うん、いろんな味も楽しめるし、うん、もうなぜ筋肉つちゃう、筋肉をつけて それで脂肪を燃焼させる、そうあの力を手に入れるってことだよね、そう動かなきゃダメだよ、ね、筋肉つけて、うん、まず筋肉を大きくして、うん、体重は増える、うん、いや、うん、一回増える、絞る、いや、それもビルダーだから、それ一回増やす、パンパン食ってるでしょ、うん、それ心臓病で死んでしてるからね、あの世界日本一のボディビルダー、それ死んだから、ね、そうだね、ほどほどいいんだね、そう、うん、生卵ごっこ飲んでたよね、ロッキーみたいにおっしゃったらダメ、うん、あほどほどでございます、ほどほどだから、そう心臓に来ちゃうよ、うん、うん、まあそういった意味でね、もう中道ちゃんに体験してもらいましたけどね、うん、これ美味しい、美味しいよね、うん、美味しいわ、うん、もう糖質が少ねっちゅうのがいいんだよこれこんなに甘いのに、こんな甘いのに、うん、ほんとバニラアイス、溶けたバニラアイスだね、そう、うん、うまいんだ
ハーゲンダッツより甘い。ハーゲンダッツより甘い。むしろ。うん。溶けたからハーゲンダッツよりうまいんじゃない？溶けたハーゲンダッツよりも溶けた勝負だ。溶けた勝負だね。溶けた勝負だ。溶けた状態のハーゲンダッツとこれを比べる。こっちは多分美味しいと思う。美味しいと思う。あねえ。皆さんもぜひね、うん、なんかこれね、あれ案件じゃないですよ、これ本当に美味しいからね、本当に心から勧めたいから、これ、うん、ねえ、あのデブと糖尿病はこれ飲め。ありがとうございました。